エスキシセヒルは、トルコ北西部に位置する町で、エスキシセヒル県の県庁所在地である。2000年の調査では、人口は482,793人。ポルスック川が流れ、海面からの高度は790メートルで肥沃な、フリニアの谷が見下ろせる。近くの丘にはいくつか温泉がある。 首都アンカラの西2 5 0トル、イスタンブールの南東3 5 0ル、キュタヒアの北東6 0トルに位置する。エスキシセヒルはフリニア人によって紀元前1000年に作られ、街の名はトルコ語で古い街という意味である。考古学博物館にはフリニアの古記物や彫刻が多く残されている。解宝石の産地としても知られており、市内には 解放石博物館がある。解放石パイプが有名。4世紀にカラジャヒサルから1 0キロメートル北のシェヒール巨域に移動した。古代の地理学者の間でエスキシェヒルはアナトリア半島で最も美しい街の一つと言われていた。アナトリア半島の他の街と同じくコンスタンティヌス一世が当時エスキシェヒルが含まれていたローマ帝国内の公式宗教を キリスト教と定めた後にキリスト教が広まった。4世紀初めにはエスキシセヒルに司教がいた記録が残っている。当時この町はドリュライウムと呼ばれていた。司教の一人であったエウセビオスは教会の教義を発展させるのに熱心であった。エスキシセヒルは現代トルコにおいて主要な産業都市である。伝統的に製粉やレンガ製造に頼っていたが、 1894年にバグダード鉄道のための工場ができてからは拡張していった。エスキシセヒルにはトルコ初の航空機産業が設立され、トルコ航空の前身にあたる組織が初めての定期運航を行ったのもアンからエスキシセヒル間であった。冷戦中、トルコは北大西洋条約機構南東の最前線にあったことから同社の飛行場には トルコ戦術空軍の最初の司令部が置かれた。エスキシセヒルでは近代産業を含めた中心産業都市でトラック、家電製品、鉄道車用、戦闘機のエンジン、農業機械、織物、レンガ、セメント、化学製品などの製造、解放石の加工、砂糖の生成などが行われている。エスキシセヒルの大部分はトルコ革命の後に再建されたものである。 機能性に優れた観光地であるが、歴史のある建物はあまり残っておらず、例外はクルシュンルフライデーモスクぐらいである。エスキセヒル近くには古代フリギア都市、ドリュラエウムがある。またいくつかの温泉地でも知られている。大学はアナドル大学とエスキセヒルオスマンガーズイ大学など参考がある学園都市。2019年9月、 私立のオドンパザル近代美術館が建設会社ポリメックスホールディングス社長のエロン・タバンジャーにより開設された文化施設がアンカラやイスタンブールに集中する状況を変えたいとの考えから当治が選ばれた2008年時点のエスキシセヒル市長にめを務めるユルマズブ・ユケルシェーンはアナドル大学の元学長であるエスキシセヒルには多くのクリミアタタール人のほか。 市の金属工業で働くブルガリアやルーマニアから移民してきたトルコ系住民も多く住んでいる。エスキーシェイファー、フォトギャラリー。ありがとうございます。